日本語コンテペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。は今日はお年玉について。お年玉、はい、日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？僕は今日も元気ですよ。お年玉知ってますか？お年玉、お年玉というのはお正月にもらえるお金のことです。もしくはあげるお金のことです。お金をもらうのは子供たち、お金をあげるのは大人たちです。僕はもう大人ですから、もうというかもう僕は40歳だからもう十分大人ですね。僕は十分大人だから お金をあげなければいけません。お金をあげる人ね。お年玉というのはまあ大体そうですね、子供小学校ぐらいからですかね。赤ちゃんの時はもらわないかもしれません。まあもらうかな、うん。でも例えば小学生の時、僕が小学生の時ね、僕が小学生の時お年玉をもらいました。おじいちゃんとかおばあちゃんとかおじさんとかおばさんとか、お父さんお母さんもくれたかな、うん。でも普通はやっぱりおじいちゃんおばあちゃんというイメージがありますね。おじいちゃんおばあちゃんからお年玉をもらう。いくらもらうか、小学生は1000円とか2000円とか、まあ5000円ぐらいもあるかな。1万円はちょっと多い気がするけど、あるかもしれませんね。中学生高校生ぐらいになると1万円ぐらいもらったりしますね。僕は多分5000円ぐらいだったと思います。1人ね、1人5000円で、おじさんとかおばさんがたくさんいる人はたくさんもらいますね。お年玉は多分ね、僕が高校生ぐらいの時はお年玉が全部で3万円とかね、4万円とか5万円とか、それぐらいになったかもしれない。そのお金を何に使うかというと貯金ですね。貯金、貯金というのは銀行に預ける、ね、貯めることです。銀行に預けて、まあ、大学生の時に使ったりねします。だからこれちょっと面白いシステムですね。なんかそのお年玉をもらってそれを貯金して、まあ、大学生ぐらいになるとお金が必要ですからその時に使う、なんかこう家族のサポートみたいな感じですよね、うん。おもちゃを買ったりすることもありましたけど、ほとんど貯金してましたね、うん。貯金は大事なことですね。それではまた皆さん、チャオチャオ、アスタル、またね、またね、またね。